市シティ FM お昼の番組クリップ。10月4日月曜日、時刻は12時40分を回りました。前橋シティ FM のスタジオからクリップ生放送でお届けしています。今日の担当は横山舞です。今日はこの時間もキープクリップのコーナーをお届けします。今日のゲストは女子プロレスのスターダムから白川美奈選手とうなぎさやか選手にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スターダムの選手来ていただくといつもコスチュームでね来ていただけるんですけれども、今日も華やかなコスチュームでお二人に来ていただいています。はい、すごいです。キラキラさして、キラキラしてなんぼなんで、確かに、はい、なんぼで、はい、なんぼでやらせていただいております。はい、いや、そしてうなぎ選手はね、宇宙にかける歌舞伎ものということで、はい、本当に衣装もすごいかぶいてるんです。そうですね、もうド派手にやってます、ね、やっております。白川選手はピンクを基調としているんですが、はい、うなぎ選手はもうあらゆる色が入っていて、そうですね、なんか全色使う感じになってきましたね最近。はい、はい、ね、本当にね、こうお見せできないのが残念なんですが、この番組が終わった後に選手お二人と写真を撮って番組の公式 Facebook に写真をあげますので、ぜひリスナーの皆さん今日のコスチュームそちらをご覧ください。さあ、それではですね、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずはお二人に、今月16日に行われる試合について教えていただきたいと思います。はい、どちらにお伺いしたらいいですか。はい、では私、あなたのハートにパワーボム、白川美奈がお送りしたいと思います。はい、お願いします。はい、10月16日ですね、会場ニューサンピア高崎さんでやらせていただきます。お昼の1時試合スタートになってまして、チケットはピアさんで、はい、チケットピアで、ピアで購入することができます。まだこのカードはね、決まってないんですけれども、まあ、でも9日に、大阪城ホールのビッグマッチがあって、はい、かなりタイトルマッチが組まれているので、まあ、もしかしたらベルトが移動してたりとかすることになるので、新チャンピオンお披露目とかも可能性はある感じになります。ね、うん、高崎でお披露目になるかも。そうですね、はい、もしも万が一もしもどっかがね変わってたりとかしたら、いや、だから今ね、うなぎはフューチャーのチャンピオンね、はい、なんで絶対防衛をして、はい、します。でね、高崎にね、そうですね、チャンピオンベルトを持って高崎に行きたいと思います、うん、はい、今肩にかけられているのはこの第6代フューチャーオブスターダムチャンピオンのベルトなんですね。はい、はい、そうです。じゃあこれぜひ守って高崎に帰ってきてください。はい、はい、帰ってきます、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、では、続いての質問で、緊急事態宣言やっと明けました。はい、お二人はこの先週末も試合があったということなんですけど、緊急事態宣言明けの試合ということで変わったことなどはありましたか。いや、もうね、まあ、それも大事なんですけど、はい、昨日ですよ、昨日、一昨日と名古屋で試合で、はい、私たちトリオのベルト、アーティスト・オブ・スターダムという3人で巻くベルトのチャンピオンだったんですが、はい、昨日落としてしまいまって。そうなんですね。なんか強くなっちゃう。本当ね、7回防衛してたんですよ。そうなんですよ、すごい、はい、一番最長記録、防衛数が、うん、7回守ってたんで、落としちゃって、だからなんか、まあ本当にね、うん、日々変わっていくスターダムのリングだけど、うん、でも本当コロナ禍の影響で、はい、やっぱ一番大きいのってあれじゃない、お客さんの声が聞こえないこと、声援とやっぱ紙テープ、当時の紙テープがないので、うん、まあ、そういうとこはやっぱすごい寂しいし、やっぱ物販とかもお客さんと会うことができなくなってしまったので、
まあ、かなり変わったよね、そういう部分で。そうで、それでやっぱ応援スタイルも変わったけど、お客さんが、うん、あの私たちのボードとかを作って、うん、そう、ちゃんみなとかうなぎとかって応援ボード作ってくれたりするともう、うんうん、もうね、入場して涙が出そうなるよね。なる、はい、あでもこのコロナ禍において今まで通りにプロレスできなかった中で、うんうん、一番辛かったことって何ですか、うんうん、うなぎ選手からお願いします。そうですね、まあ、やっぱファンの方に会う機会は本当になくなってしまって、うん、私コロナ期間中に、スターダムに移動してきて、はい、今プロレスやってるんですけど、あの本当にファンの人いるのかなっていう、なんかお会いしたことないから直接分からない、分からなかったんですけど、まあ、でも本当にそういうやっぱスタイルがどんどん変わってきて、ボードだったりだとかね、変わったけど、でもやっぱプロレスはやっぱ変わらないので、そこに関しては、まあ、ちょっと声が聞こえなかったりとか寂しいなと思うんですけど、なんか新しい形にちゃんとなってきてるのかなっていうのは感じますね、うんうん、はい。じゃあその辛かった時に支えになったことっていうのは、ファンの方からのそういった工夫の応援ですかね。そうですね、本当そうだよね、うん、なんか急になんか試合がなくなっちゃったりするんですよね、決まってても。そうすると、確かに、もうやっぱり私たちって試合をしてないと本当に死んじゃう、生きてる心地しないって思って、うん、思っちゃうよね。だからそんな時にやっぱ SNS とかって今すごくね、うん、皆さんこうね、うん、メッセージ飛ばしてくださったりするので、本当にそれが支えになってます。そうね、心のもうファンの皆さんありきでの皆さんプロレスなんですね。そうですね、やっぱ見てくれる人がいないとね、そう、うん、成り立たないし、プロレスは対戦相手もいないと成り立たないしね。そうですね、はい、ではここでですねメッセージご紹介します。はい、ファンの方からメッセージ来ています。ちゃんみな、うなちゃん、はい、聞いてるよということで、今日は我らが白川みな、うなぎさやか両選手を呼んでいただきありがとうございます。ラジオ出演と知り、ネット経由でなんとか福岡から聞いています。福岡 from 福岡、 Thank you so much。 ちゃんみな大好き、うなちゃん大好き、タムさん大好きです。まいちゃん、わかちゃんの2人はきっとこれから好きになってしまいそう、うん、ちゃんみなとうなちゃんのお話をいっぱい聞けるのが楽しみです、頑張ってねと。ラジオネーム福岡市、あさってのジョーさんからのメッセージ。あさってのジョーさん、いつもありがとう。ジョーさんもね、うん、いつもリプライくれるんですよ、ツイッターで。リプライ、リプライ、はい、だから本当にね、あの直接会えなくてもいつもつながってるなって本当に思ってます。う、ね、うんうん、こうやって皆さんに愛されてる、ね、お二人なんですけれども、あの今後お二人がやっていきたいことや夢などを教えてください。なんだろう、まあでもやっぱり、まあ、もちろんベルトだったりだとか、そういうプロレス的な団体の中でのものっていうのはあるんですけど、やっぱり見たことない人に、知らない人に知ってもらいたいっていうのがやっぱ一番大きいので、私たち2人ともやっぱグラビア出身っていうか、アイドルやってたりとかだったりするので、まあ、入り口としてはね、非常に入りやすい。そうです、2人では。そうだね、で、うん、私たちを知って、例えば、うん、それでスターダム見に来て他の選手の推しになってもいいよね、うん、まあ、それはプロレス力の問題ですからね。そうそうそう、とにかくなんか興味持ってね、うん、まあ、振り返らせようね、振り返らせて。そうだね、こっちにも、はい、うん、白川選手の今後の夢とかは。はい、まだ本当に昨日ねベルト落としちゃって、それもしかも自分が3ホール取られちゃって、うん、失敗しちゃったんで、やっぱりすごく辛かったけど、まあ、もう一回トリオのベルトは取りに行きたいのもあるし、やっぱり今、まあ、うなぎはシングルは巻いてるけど、私もやっぱりシングルのベルトっていうのは巻きたいものがねあるので、そっちにも全力投球して頑張りたいなと思うのと、あとコズミックエンジェルズが今メンバーが5人になって増えて、はい、増えましたよね、勢力拡大中なので、うん、本当やっぱスターダムといえばコズエンって言われるように、うん、ユニットナンバーワンを目指していきたい、はい、目指したいですね、はい、ユニットナンバーワンを目指すお二人ですね、ありがとうございます。はい、では皆さん、最後に16日の試合に向けての抱負やリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。はい、そうですね、16日ニューサンピア高崎1時からなんですけど、本当にプロレスを一回も見に来たことないけど、うん、ちょっと行ったら楽しそうかもしれないなと思ってる、そこのあなた、はい、ぜひ生でプロレスを見に来てください。
私も本当にプロレス全く見たことないままプロレス始めたんですけど、うん、なんか初めて見た時にめっちゃ感動しちゃって、はい、なんか痛そうとか痛いの嫌だって思ってる方もすごいいると思うんですけど、うん、来たら本当にね、はい、泣いちゃうよね。泣かしたいし笑顔にさせたい。そうだね、うんうん、なのでぜひぜひ近いのでね遊びに来ていただけたら、はい、嬉しいなと思います。はい、はい、うなぎ選手ありがとうございます。白川選手からもメッセージありますか？はい、でも本当にそうですね、群馬の皆さんに会えるのをとっても選手も楽しみにしてますし、うん、あと本当に1ミリでも気になったら本当に生でやっぱりプロレス見てほしいです、うん、テレビで見るのもプロレスでいいんですけど、やっぱり生のねその音とか空気感とか、うん、あとやっぱり選手のなんだろうな表情とか、うん、なんかもう近くで見ていろいろ感じてほしいなって思うので、はい、ぜひ来てください。絶対に後悔はさせません。はい、白川選手ありがとうございました。はい、それではね、リスナーの皆さん、お二人のメッセージしっかりクリップしてください。以上、キープクリップのコーナーでした。でお時間が近づいてきましたので、この後 MWAVE での番組情報を挟んでエンディングも白川選手とうなぎ選手にお付き合いいただきます。最後までお聞きください。時刻は12時53分です。番組あと14秒となりました。それではここで白川選手とうなぎ選手と一緒に皆さんにさよならの挨拶、せーの、またデリシャス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 